アームドだ、エアームドじゃないか、絶滅させよう。しかもこのタイミングでリンゴが2つ来た。待てよ待て待て待て、いやさっき PP マックス拾ったし、神がかってる。おい。尻尾を振ると引っかく、連結してレベル上げまくろう。ここでしっぽを振ると引っかく連結、オッケー、倒せるんか。いや俺11レベルだぜ、大丈夫だろう。しっぽを振る、しっぽ振って引っかく、おい、16ダメージ。大丈夫。不安になってきた。ハラスバラしよう。はっはっ、強っ、ふっ。強っ、ちょっと待って、次つつかれたら死ぬ、マジ。いやー悲しい。はっ、いやはっ、うわ、強くない？じゃあ石投げよう。あ、へい、はっ。さすがに、あわ怖。いやいや、ちょっと待って、強すぎる。倒してレベル上げたいけど、倒すのきつ。いやメロちゃん、きた。まあ石投げ。悲しみいるでしょ。ちゃんと連結当てる。メロ使ってった方がいいか。よいしょ、もう一発かな。いやーマジで勝て。くー、防御とか下げられるとめんどくせえな。あ、レベル上がった、いいよ。あー、レベル上がった。あんな技も使ってくるのか。ここなんか不思議な床ねえな、回復できねえ。くそ、下がった防御でやっていくしかねえな。おい、いやーめっちゃ防御下げてくる。ちょっと防御力下がりすぎてやばい。メイティーとこに殺されかける。ちょっと不思議な床がないから、降りてエアムドいる。不思議な床あってくれたらいいな。アイテム何、金か。もうこいつ無理、メロメロしないと倒せん、強すぎる。で殴って21、はい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 、いやーもう硬い、外さないで、当てろ当てろって、当てろ、よし、500、これ割に合わんぞ。強すぎて500でも割に合わん。はっ、防御スカーフ。防御スカーフでかい、これでかいぞ。防御が上がる、どんぐらい上がるんだろう。俺のパラメーター、防御19か、防御19で、持たせる、渡す俺19が、27。こんなにいいんですか。8も上がった。これエアームド狩りにめっちゃいいでしょ。ヘイストライク普通に頭突きで倒せるんじゃないか、技使わないで。舐めすぎ。いや電光石火1しか食らわんもん。はぁ、勝手にしなよ俺。ちょっと気合ダメはあれだけど、急所とかやめてよ俺。やばいやばいやばい、防御スカーフマジで神神神神。めっちゃいいの拾った。やばいやばいやばい、エアームド倒せるぞこれ余裕で。来た、ナイスエアームド。どうだろう、ガチれるこれ、防御スカーフのパワーで。やーべえマジか、勝てえ。うわ、さすがにつつくは7ダメージ。砂かけー、砂かけが一番だるいのでは。使える間はメロメロした方がいいかな。
いやーこいつこんなに大変だったっけ。いやしんどいくら防御スカーフがあっても当たらんもんな、砂かけのせいでな。これ降りよう、こいつ倒したら降りよう、死ぬいやもう倒す前に降りよう、無理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 、ダメ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 、砂もだいぶかけられてるし、ここ不思議な床あるといいけどね。回復してから行こう。あったー、不思議な床あった、あったよー。ここだったら下げられても大丈夫だ。よーしよし、オッケーオッケー、プラス防御スカーフあるからな、踏んで回復、オッケーオッケーオッケー、でかい、これマジででかい。ワープの種いいんじゃん、ワープの種もいいじゃないこれ。おいおい、ナイス、ほらこれはもう負けなし、砂かけられても回復できるし、これマジで負けなし。オッケー、ここでガンガンレベル上げよう。攻撃力低いな。あ、ウソッキーだ、ウソッキーがいるよ。こいつがいるとあれか、エアームド湧きにくいな。自分で歩いて処理しないといけない。うわーマジか、ウソッキーがめっちゃ湧いてて、エアームドが出にくい。うわなんかすごいことになってるこの部屋、この辺すごいことなってんじゃん。もう硬えからな、別に四方八方から殴られても何の問題もねえぞ。これよいしょ、で防御下げられたら踏みゃいいからな。あ間違えた、この子殴っといて、32強い、砂かけまだ大丈夫か。いやーちょっと、いやまだ多分まだ大丈夫、このぐらいなら。いやもう大丈夫じゃない、もう大丈夫じゃない踏んで、はい回復いいよ、ほら2ラウンドけど1、2発だったら大したことない、ほらナイスオッケー。いやーもうお腹減っちゃったよ、全然枯れねえな、エアームド出ねえ、特にこの階層来てからウソッキーと生キロがめちゃくちゃ湧いて、もう目回ってんのか、もうダメだなこれ、厳しい、枯れないねー。はい、でも防御スカーフ強えし、行っちゃうかこれ、もうリンゴないからね、8しかねえじゃん、やばいぞこれクラボの実とかこの辺食ってなんとか食いつなぐしかねえけど、ちょっとやってる時間ねえな。レベル13ってどうなんだろうな、まあ、今んところ防御スカーフで全然余裕な感じですけど、行っちゃうか、よしよしよし、まあまあでも言うても結構勝った、結構狩れた、まだアイテム欲しいよね、まだアイテム欲しいよ、拾っていこう。おい、だから攻撃力が低いねコダック、時間かかるから倒すのに。うーんリンゴ、ナイスリンゴ、オッケー、とりあえず上はしのげる。あーちょっと待って、回避が下がる、回避が下がるから問題ないか。はい、催眠術とか使うかな、まあ、使われても別にこんだけ硬けりゃ問題ねえか、大丈夫、はい、チャーンこんなに食らうかね。特防が、そうか特防は全然上がってねえもんな、そうだよな、こんなに食らうかね。ほれほれ、チャーン、死ぬ、こいつやばい、こいつはガチでやばい、ほらほら、うう、先先行こう、先行こう、先行こう、リンゴ今食ったんで、まあ腹は大丈夫として、で PP マックス全然落ちてねえな。あー、トゲトゲじゃない、これは木の枝だから大丈夫、ベタつかないよね。おい、ありがてえ、飛び道具欲しい、もっともっと飛び道具くれ。はい、でも連結しちゃったからな技。リンゴはありがたい、リンゴはいいよ、リンゴはすごくいいよ。ほい、あースカーフみたいなのあるよ、穴抜けの様念のため持っとく、穴抜け、ちなみにしよう、スタミナリボン、あれスタミナリボンって なんだっけ、腹減りが、あーでもいざという時に使えるな、念のため持っとくか。あーもうやばい、腹が死ぬ、リンゴがないみたいな時に使えるよね。穴抜けの玉いらねえだろ、ってか別にこんな持って帰ってもこんな物資持って帰ってもしょうがないだろう、 いらないよクリアするんだよ俺は、穴抜けはいらない、俺は振り返らない、後ろクリアするか死ぬかどっちか。よし来た、この決意を胸に21回
モロハの玉。ウリムってさ、粉雪使うんじゃない？あ、びっくりした。こいつウリムじゃねえか。謎の草はよくない。謎の草はよくない。謎の草はよくないのよ。木の枝打って。そんなに HP なかったはず。ナイス、オッケー。あー、下からウリム来てんな。いや、ウリム粉雪使うよね、多分。危ないんじゃない？はっ。まずい。挟まれる。はっ！やだなぁ。君。君、やだなぁ。あぁ。吸い取るとかやりそう。あぁ、ウリム来てるよ。まあでも別に通路で隣接してりゃ、大してあれでもねえか。でも木の枝、通過を。はい。トン。オッケー、ナイス。あぁ、店ひぃ、めっちゃ売ってる。あれ見通し眼鏡です。あれ絶対見通し眼鏡だ。爆音始め、これ絶対見通し眼鏡。かっだ、このゴミ当たらず眼鏡って。持ってるポケモン投げた道具がポケモンに当たらなくなる。何の意味があるんだ。なんかあんのかな。でもはい、場所替え。なんでネバついたもん売ってんだよ。ゴンベの腹巻きって腹減りやすくなるんだっけ。攻撃と特化が上がるけど腹が減りやすくなる。ちょっとキノコゴシ、キノコゴ入ってくんなよ。10万ボルト使えない。危ねえな、今店長に攻撃するとこだったぞ。この子どうしよう。大丈夫かな。いや、でもこいつも吸い取るとかやってきそうな雰囲気あるけどね。どうなんだい。あらまー。でもしびれてる時も道具は使えるぜ。はっ、経験よし。メザーパー、三河市スカーフは投げられた道具が当たんなくなる。いらねー。え、爆音ハチマキってなんだっけ。説明。フロアの最初からね、あ、ゴミしか売ってねえこの店マジで。店長しょうもないもん。ワープ玉はいるじゃない。ワープ玉は絶対にいるじゃん。交換。もう鉄の時いらねえかな。いや、なんか俺間違って拾いそうだし捨てていこう。オッケー、はい、買います。はい、お願いします。買います。はい、オッケー。よしよしよし、いいよいいよ。ワープ玉はね、モンハウとか対策になりますよ、これ。いいですよ。で、俺ワープの種も持ってるし、そっちの対策にこれがあるからな。でも階段近い。オッケー。あー、メロメロが2個。マジで金芝よりメロメロの方がいいな。上位互換でしょ。そう、 PP を回復するみたいな感覚で金縛と交換しよう。殿下の宝刀は今回封印です。俺はメロメロでいく。これからはメロメロでいく。おしゃ、このバディに、このわがままバディにメロメロよ。モロハの玉いんね。ベタベタフード食うか、これ。ちょ、お腹減ってる？減ってますね。食おう。これ毒になった時にこうやって食うことによって毒を治すこともできなかった。いや、これね、なんかなんだ、麻痺とかなんか火傷とか引くと毒治るらしい。そういう使い方もあるらしいが、まあ、とりあえず回復したの、お腹が。おい、引き寄せの玉使うか。使おう。引き寄せ使ってキュイーン。おー、すげえすげえ、めっちゃ来た。でかい。幸せ、幸せはすぐに使うのはもったいない。チーム、私は、もう5000なの次。俺いつレベル上がったっけ。いつレベル上がった俺。さっき、割とさっき上がったっけ俺。使うか、もう使っちゃう。でも16レベルであれなんだよな、念力覚えんだよな。まあ、レベル上がった直後に使った方がいいか。爆裂の種とかいらねえだろ。食え、爆裂食え。よいしょ。腹の足しにはなるだろ。ここはもう引き寄せてるからアイテムないから次行きます。 OK、 よし、23。あー、なんかなんだかんだ順調だよ。はっ、いっちゃうもん。はい、お店めっちゃ、お、これ見通し眼鏡ですよ皆さん。これ見通し眼鏡なんですよ、これ本当に。やったー、やったー。やりました。お金ある。で、あ、足りん。売るぞ、なんか売ろう、なんか売ろう。これはゴンベの花巻き。いやー、でもリンゴも欲しいぞ。リンゴも欲しい。リンゴ25円。秘密の力いらんな。石も正直欲しいが、ちょっと待ってください。はい、お盆の実、お盆の実とかめっちゃ高額で売れたりしてんのかな。あー、なんだ、
何売ればいいかわからん、値段がわからんぞ。幸せの棚は結構高値で売れそうだけどな。このフロアになんか大金落ちてねえかな。一回ちょっと見に行くか。あ、やった、これ売れるっしょ。ホエール売れるんじゃないの、ホエール。ねえ、ホエール売れるでしょこれ。これは、はあ、PP マックスじゃないの。マジか、嬉しい。ちょっと待って、めっちゃいいアイテム落ちまくってる。とりあえず、ホエール置く。これいくらですか。1000円。はあ、もう300円ってケチ言うなよ。てか俺さっき、なんだっけ、イチャモン捨てたじゃん、イチャモン。あれ売ろう、あれ売ろう。安いんだよな。でもいけるっしょ、これいけるっしょ。あと140円か。玉1個150円で売れる。透明1個売ろう。置く、置く。これでいける。はい、いったっしょ。これ大丈夫だよな、4000円だろ。オッケー、よし。とにもかくにも見通し眼鏡拾うください。ちょっと待てよ。リンゴとか欲しいんだが。睡眠の種、35円だから。ほら、45円あるから、拾う。あと20円でしょ。なんて貧乏生活。よいしょ、これで多分ギリギリ大丈夫だと思うんだが。はい、大丈夫だよね。10歩かまったね。 OKOK よし。ゴロンの石置いて、拾って、よいしょ、まとめといて。 OK、 とりあえず登録しとくか。そしたら、まあ、今とりあえず階段見えてるからそのまま行こう。よっしゃー、マジで見通し眼鏡あるのでかいぞこれ。とりあえず見通し眼鏡をつけて、おい、はあ、安心。安心する。これ敵が近づいてきたらすぐ防御スカーフに帰れってことでしょ。これでかい。アイテムも回収めっちゃ早くなるぞこれ。あー、でかい。これ見通し眼鏡とこの水の上歩ける能力、あまりに相性が良すぎる。素晴らしい。敵に合わずに済むぞほぼ。カモネギは弱かったな。あー違う。あ、いや、防御スカーフマジすごいな。こんな変わる？だって1だよ。つけてないと12食らうんだよ。すごくない？防御スカーフ。これ何なんだ？割合？全体の割合に応じて上がってんのかな。はい、30回。ふう、階段いきなりあるよ。アイテム一応取り行こうか。水盤もあるしね。いや、こっから見えるのがいいよね。こっから見えるのが最高にいい。ちょっと待って、PP マックスありすぎ。PP マックスがアホみてに出てくる。ありがてえな、でもな。さっきな、ヤームドの時の前にあればな。まあ、リンゴもなかったか、あの時は。いや、持っておきた方がいいでしょう。もう一回ぐらいレベル上げするとこあると思うんだよな。これはなんだ。いや、メロメロのバーゲンセールがすごいんだよ。もういらんよ。もういらんけど、もう使ったろうかな。PP 回復できるしな。よいしょ。多分このメロメロどうせもう一個忘れるけどね。はい、メロメロとこう、メロメロとメロメロを交換する。すごいぞこれ。いや、でもメロメロ使える、普通にめっちゃ使える。よしよし、33。あー、エレブー、ちょっとさすがに雷パンチとかやられたら危ない気もしますよ。はい、あら。やるじゃない。さすがにこれで終わりです。 OK、 157経験値。やっぱエアームドって異常だな。まあ、強えしな、実際強えだけの経験値って感じ。あー、めっさやばいってそれは。あー、怖。防御スカーフつけてなかったから全部キクラったら相当ダメージあったよ。ちょっと油断してるんじゃないの。防御スカーフつけてたら多分乱れ仕掛け全部111みたいな感じで乱れ突きか。はい、111。あ、マジで防御スカーフ神。食らわん。まあ、でも5回も食らうと言うて5ダメージか。全部当てるじゃない俺。いや、ちょっと乱れ突きしすぎ。ちょっと乱れすぎ。うん、ちょっとメロメロしよう。
虫をくどいて当たらんが、いやー、これさすがに HP 高いや、みんな。あ、ポアルンだ。いやー、粉雪が怖いんじゃないの。通路行きたいんじゃないのねえ。ちょっと待って、つけてる、一応つけてる。これ強いっけ、これ強いっけこれ強いっけ、強くなかったこいつ、ポアルンちゃん。これうわー強いわ、しっかりで14しか食らわんもん。これは相当よ。ひっ40の5、まあさすがにいけるっしょ。6もう一回、危ねえ、よしよし、うわ経験値うまい、570、きた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 。これが次のレベル上げ対象かな、上げてく、ちょっと上げたいな、念力欲しいんだよね。1500、ちょっとちょっと倒したい。こういう時こそでもスタミナリボンつけてよいしょ、で沸かせて、で近づいてきたら防御スカーフ、これでお腹もかなり節約できるんじゃないの。この子は、この子は経験値が若干いいので、ちゃんと倒しきって241、いいね。でちょっとめんどくさいけどしっかりやっていこう。スタミナリボンつけて、ほい3、あー6になっちゃった、マジか、まずい、やばい、やってる場合じゃない、さっさと倒した。ちょっと階段遠い、あーレベル上がった、きた、あーレベル上がった、よいしょ、まず幸せ食うか、幸せ食おう。しや次レベルアップまで何ぐらいだろう、強さを見るで6000あるもんね。いや食おう、ちょっと待って技ないよね、ちょうどね。幸せ食って、おいで、あーレベル、あすいません念力でかい、メロメロ2個いらねえよな。メロメロは攻撃というより防御に使う技だから、なんか通路とかで挟まれてやべえみたいな時とかに使えるけど、もう正直ね攻撃力低すぎて技ないと厳しい。メロメロ1個消して念力 OK、 あーレベル上がった、よし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 、いいよこれで。ちょっと待てよ、とりあえず、まあ、俺の身あるから死ぬことはない。毒になっちゃったから帰ります、帰りますってか降りますんで、腹も減ってやばい。ちょっと待て、ちょっとあの下のポケモンどっか行って、どっか行ってくれよ、ひぃやべえ、いや防御スカーフでいい、防御スカーフつけてやばくなったら俺の身使うわ。1、あぶ、オッケー、問題ない、問題ない、よし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 、36、ポールまだ出るかな、シャネル、シャネル姉さん来たよ、いや大丈夫、念力抜群、取れ、オッケー、しよしよしよし、で飯食って、いやポールン出な、どうだったか今、ちょっと待て、強いじゃないか、君強いじゃないか、マジか、つけてるぞ俺、ちゃんとつけてるはず、強いじゃないの。あと念力打って、あ混乱ナイス、混乱マジナイス、これんーよいしょ、そう念力混乱もあるんだね。38、ポアルン出ないんだが、あ連結箱があるじゃん、あるじゃん、嫌な音覚えるまでいくかな、レベルだとしたら持っておきたい。この子はそんなに脅威ではなかった気がするんだが、やっていくか、はい、からのよいしょ、いやーやっぱこわ強っ、全然超脅威、超脅威じゃない、わお、ヒューあと一発で死ぬこの状況怖えー、外さないもの、絶対に絶対に外さないもの、メロメロ命中 100% 大丈夫だ、はい、ふうしっかりメロメロして、ほいっとほいっと、オッケー、回復優先で歩けるのでけえ、しかも最悪この水の中で足踏みしてたら
どんどん体が元気になって、あーすごい PP マックス、とにかく PP マックスが出る、やりがてえなー、 PP マックスこんなにあんの。技の攻撃力が低いからさ、命の種、技いっぱい使うのありがてえ。最大 HP が少し上がる、助かる。食べる、よーし、 HP も上がってきたよ。いやー順調、幸せの種ちょっと待って、おい、3600がもう使うのもったいねえな、さすがにな。持っていこう、あとは突然のモンハウとかにいかに、いやーマジで PP マックスめちゃくちゃあるはっ。でも大丈夫、目の前に PP マックスがあるからなめちゃくちゃあるし、 PP マックスなんだ、ちょっと待てよ。だからもう使うか、もうどんどん使う、瞬速食べて、幸せマジいいんすか。いやこれもっちょっと待って、場合によっちゃここでレベルを上げたい。2674か、200の経験、200もらえないかな、経験値な。あーピンクマックスめちゃくちゃあるんで、やべ潤沢リンゴめちゃくちゃあるし、幸せ2つにピピマックスのかピピマの数が半端ねえ。おこれマジでパツイチクリアあるでしょこれこれあるよな、だって17に上がったら2個使って19レベルでしょ、めちゃ強だぞ。アリアドス確か経験値うまい、この子確か経験値うまかった記憶ある、若干アリアドスでレベル上げしたことあるもんな。そうねそうね、まあまああるまあまああるね。ここいいね、ここガンガンレベル上げられるでしょこれ。闇カラス地味に強えなマジで。はい来た、よっしゃ、あーレベルが上がった、17レベル。そしてからの幸せの種をもうガツ食いよこれ。18来た、あーレベルが上がった、よしよしよし、もう一個あるからね、なんともう一個ある、ちゃんと処理できてる。なんか変なことあっても、お前幸せ食うなよこっち分かんないね、急に幸せ食われる可能性あるからな。まあ一応メロメロすっか、メロメロしといて、からの念力かまして殴る、一応節約で幸せを食います。もう一個ちょっと経験値入っちゃったけど、まあいいでしょ。よいしょ、19レベル、あーレベルが上がった、オッケー、盤石、44来た、来ました、変わりましたよステージが。はい、こっからまた一段とレベルが上がるのかな、せっかくだから使っていく。どうした、いやーマジか、マジかこいつ、マジか、ちょっと待て、さっさと倒したい、ちょっと待て、いやーマジか、なんかこのマップ結構めんどくさそうなマップだなと思ってたところで毒来たね、大丈夫かな、いや大丈夫でしょ、あるあるある、引けるただはっ、いや大丈夫、右ないだろもう、あ終わった、毒ラゲ怖えな、して、あー毒刺さっちゃったよー、でも大丈夫すぐあるから、一応弾見て、あ洗濯玉来た、マジか、いやこれ持っとこう、これは持っといた方がいい、ネバついて、見通しメガネがネバついたとかもう目も当てられんからな。降りて49、買い物しよう、こんにちは、いらっしゃー、目覚めるパワーめっちゃ落ちてんな、もう石いらんねえ、 PP マックスもいらんな、針ネバついてるな、はいゴミ目の前ではっきりと言ってやった、ゴミ、バイバーイ、来た50回、半分来ましたよ、よいしょ、まだ今のところは危ない状況もなく来てますが、やっぱこういうダンジョンゲーはやっぱ後半がマジでな、80回以降とかがやっぱやばいんじゃん、あなんか怖っ、でっかい部屋でモンハウじゃないよなでかい部屋モンハウある、これはっ、あっ違う、でかくもねえしモンハウ、まあ問題ないっす、ここは水あるんで
分裂させられるし。ついてくる、いっぱいついてくるよ。はい、さよなら。問題なし。はい、バイバーイ。すげえこれ。あ、やべえ、行き止まりだった。でもまあまあまあ、ばらけるでしょ。ばらけるよね。こっち見てんな。やんのか。倒すか。いや、一緒。マジか。かー。ちょっと待って。やめろって。